ノーマン・シー・ラスムッセン、ノーマン・シー・ラスムッセン、ノーマン・カール・ラスムッセン、1927年11月12日から2003年7月18日は、アメリカ合衆国の物理学者。専門は、ガンマ線のスペクトル分析。彼にとっては、専門外であったアメリカ原子力委員会から、付託された、原子炉安全性研究の報告書いわゆる、 ラスムスン報告の主査として知られる。彼は1927年にペンシルベニア州で生まれ、マサチューセッツ工科大学に入学、卒業後、同大大学院教育に進学して1956年同大の物理学講師を経て、1958年に同大教授に就任。1975年10月30日、ミニットマンの信頼性評価、 安全性解析を目的として、米空軍が使用した、フォルトツリー解析を適用した、原子炉安全性研究の報告書、原子炉安全性研究、アメリカ商業用原子力プラントにおける事故の危険性の評価いわゆるラスムス戦報告最終版を提出。その功績で1985年に、エンリコ・フェルミ賞を受賞。彼のラスムス戦報告によれば、 原子力発電所における大規模事故の確率は原子炉1基あたり10億年に1回で、それはヤンキースタジアムに隕石が落ちるのを心配するようなものであるとされていた。しかしながら原子炉安全性研究の進行中から、有料する科学者同盟やハロルド・ルイスを主査とするレビューグループによる批判や反論がなされていたが、1979年1月19日に、 AEC の業務を引き継いだアメリカ合衆国原子力規制委員会は指示撤回を発表した。さらに同年3月28日スリーマイル島原子力発電所事故が起きこれが何より具体的で誰にも分かりやすいラスムス戦報告への強力な反論となった。経済産業省世界から見た原子力安全保安委員 The Risks of Nuclear Power Reactors, A Review of the NRC Reactor, Safety Study, WASH-1400, Union of Concerned.Scientists, Cambridge, Mazotchusatz, August 1977 HAT Risk, Assessment Review Group, Report to the U.S. Nuclear Regulatory Commission.Lewis, H.W. Badnitz, R.J. Lowe. WD カウツ、HJC、フォンヒップル、F ローエンスティン、WB ザチャリアセン、F、ニュークリアサイエンス、IEEE、e、トランザクションズ。オンボリューム、26、イシュー、5、デジタルオブジェクトアイデンティファイアー、10.1109、TNS、1979.4330198、パブリケーションイヤー、1979、ページ。 4,686から4,690ありがとうございます。